じゃあこのメンツでいきましょうか。作戦としてはね、プロメテウスに後列から真空波打ってもらって、でその後マハラギオンとマハサイオで攻めてもらうと。でディアラハンも一応打てますよと。で、まあ、あとはクーフーリンと正気がコッパみじん切りとデスバウンドでガンガン攻めて、ピスタチオがタルカジを打つ、でレイが支援魔法とメディアラマ担当と。その感じでいきましょうかね。でピスタチオ、あのゾーマは新月だと弱くなるらしいんで、ピスタチオのためにちょっと月齢を1個進めようと思います。毎度ね新月で、でもなんだかとピスタチオもさ、ここ最近3連続ぐらいボス戦出てるけど、結構生き残ってさ、ちゃんとタルカジャ要員として活躍してくれてるから、意外に新月でもいいんじゃねえのかっていうね、ジンクス的なね。じゃあこれでいきましょう。いやーちょっと一発でいきてえなー。ここまでちょっとダンジョンは順調に来た感じがある。おお、またムービーが、かっけえな、暖炉がある。我どこの山下じゃ。なにこれ、猫耳、ちょっと可愛らしい感じに見えるんですけど、天山。わぁ、全然違った、俺のイメージと全然違う。髪型どうなってんだよ。髪型はね、だいぶ猫耳を意識してますよね、これ。わしが天道国会長、天道天山と知ってか。もう悪魔化してますよね、100%。耳尖ってますもんね。ここまで来るとは立派なもんだが、わしの玉は取らせんぞ。とっとと死にさらせ。うわぁ、変身した。なんだこいつ。なにこいつ。初めて見るな、こいつは。前回の所長も思い出せなかったけど、今回のこれは、さすがに初めてだ。名前ぐらい見せてほしいな。まあいいや、行こう。正気。ここまでしか、あれだな、指示が出せないけど、まあエキストラの指示が出せれば OK と。フーフーリンはデスバウンド。で、レイは、まあレイに漏れず、レイだけに。タルカジャ、ラクカジャ。まあラクカジャでいいでしょう。で、プロメテウスは、オフェンスマジックになるのかな、真空波って。まあいいか、ゴーで。で、ピスタチオが、あ、ディフェンスマジックかな。こっちがディフェンスマジック、タルカジャがディフェンスマジックってことは、プロメテウスはじゃあディフェンスマジックにしとくか。よし。あ、エキストラか。ディフェンスのエキストラだ。よしよしよし。わかったわかった。で、ピスタチオはタルカジャ。これでいきましょう。これで物理反射とかだったら全滅だな。大丈夫かな。コッパみじん切りとデスマンドが全部跳ね返ってきたら終わりだ。大丈夫っしょ。行こう。通れ。あーよし、普通に通る。あれ、さすがにね。麻痺はしなかったな。で、ラクカジャと。いや、どうだ、あ、早いな。バンパイアキス。うわ、ぶっちゅう。バンプか、バンプってなんだっけ。あ、普通に攻撃ができる。カッティングエッジ。なんだそれ、お前そんな技使えたのか。カッティングエッジ、両腕落としってこと。デスバウンド。いいね。あ、普通に物理は通るね。この間のカウンほどじゃないけど。おい、お前、プロメテウスが今回の要だぞ。タルカジャ。バンプ化するとなんだろう、なんか技食らったら即死みたいになるのかな。あの、ソウルハッカーズでいうあの爆弾、ボム状態みたいなこと。まあどうだ、大丈夫かな。まあ普通にやっていくしかない。バンプ化を直すとかいうのは特に、ないよな。バンプ化、敵化麻痺、毒、魅了、吸血鬼化ってことだよな。特に直せそうにない。まあ普通に作戦通り殴っていこう。正気はオフェンスエキストラ、フーフリもオフェンスエキストラ、デスバウンド、レイはマジックラッカジャー、プロメテウスが、プロメテウスがな、真空波早く打ってほしいんだよな。それにかかってると言っても過言ではない今回の戦い。お、いいね。お、こいつまひるぞ。この戦い勝った。おい、ボイコットやめろ。ちょ、マジか、なんか、え、ボスキャラでさ、この状態異常っていうか、効くやつ多いな。カウンも凍ったしな。ソニックブーム。あ、進化ってソニックブームになるんだ。攻撃力アップと命中力アップ。これは強い。タルカジャとスクカジャってことだな。素晴らしいな、プロメテウス。やっとお前、俺の仲間としての意識が芽生えてきたんだな。
でもこれマヒルンだったらもうやりたい放題だぞ。ガンガンやっちまえ。落下じゃもいらんかもしれん。もはや落下じゃもいらんかもしれん。ちょっと楽んだとか打っとけ。でプロメテウスはもう一回真空波が欲しいな。で、タルカジョと。もうタルカジョだいぶ積んでる。ほら。ああ、さすがに紛らないか。もうちょっと俺の知力が欲しいとこだな。ラクンダ通ったし。ベノムフラッシュ。これはもしかしてバンプ化したやつが？あ、全然効かない。あ、ドクった。でもそんな効かないな。おい、なんで。お前今までデスバウンド大好きだったのに、急に命令違反した。俺から言われたら打ちたくないんだろうな。毒はちょっとどうなんだ？大丈夫か？お、で、ミンチマスターね。うわ、つえ正気さん、いいよ。ちょっと正気さん、エキストラどんどん打っていこう。クーフリン多分5にしといたらデスバウンド打ってくれるな。レイでメディアラマで、プロメテウスは、どうだろう、また真空波打ってくれねえな。タルカジャもう何回積んでんだ。まあ、ただね、ピスタチオはタルカジャしかやることないから、もうタルカジャだけ打っといてください。強い！あの足ずりで302ダメージ。これは勝ったでしょう。全員生きたまま勝ちたい。ベノムフラッシュ。これは大丈夫でしょう。レイがちょっと食らってたけど、もう要はただの物理ダメージ。あ、でも、毒化がちょっと嫌だな。しかも全体に、あ、メディア！正気いいね。あ、でも、レイがメディアラマあるから別にいいんだけどな。正気さんでも気を利かせてくれた。ちょっとは空気が読めるようになってきたな。デスバウンドね。これ決まっちゃうんじゃないの？めっちゃ食らってるよ。決まっちゃったね。強すぎる。ちょっとあれだな、やっぱ連続物理攻撃強いな。このゲームな。ちょっと知力上げとこうか。状態異常が強いからな。あ、なんか楽勝になってきた、ボス戦。ぐぅ、若返りの力が切れたか。もっと血を、古文どもに集めさせた血を溜めた黄金像。で、こいつ吸血鬼だったんだな。さっきのやつの、名前がちょっとわからなかったな、ボスキャラの。教えてください、誰か。まだまだ戦える、血を黄金像。シド！やばい、出てきた。連戦とかじゃないだろうな。そこまでです、天童さん。あなたの役目は終わりました。あなたにこれ以上エナジーを使わせるのは無駄です。エナジー好きやな、デビルザマナーシリーズ。あなたは古文を使って地上げしたり、建設会社に封印の祠や神社を壊させたり、吸血鬼となって血を集めてくれました。ってことは血もなんかその儀式に必要ってことか。あなたの仕事はこれでおしまいです。もう一度デビル様と戦っても勝てないでしょう。まあな、結構弱かったしな。利用価値がなくなり戦いにも負けた。あなたは元の哀れな老人に戻って死ぬのです。あ、若さを求めるっつって吸血鬼にされたのか、シドに。ではさようなら。これで死ぬんか。クソ、俺は奴らに踊らされた挙句死ぬんか。まあな、ただのおじいちゃんみたいなもんだしな、組長つってもな。あー、なるほど。シドとは戦わないのか。シドはどうやって逃げたんだろうな。まあでもここで戦っても負けそうだしな。逆にシドがよく俺のこと追っかけてこなかったね。いやでもここはダンジョンがやっぱ、あれ、ただ中華街といいさ、天道天山亭といいさ、ダンジョンが強すぎんだよね。いやまあセーブしに戻りましょう。一回悪魔を戻しといて、そう、レベルも結構上がったし、今回はあれだね、悪魔合体が楽しみですね。あ、ちょ、めっちゃ毒とか食らってんだったな、そういえば。悪魔を戻して、全員戻しちゃいましょう。先にセーブしちゃいますか。このザザザっていうのがめんどくさいんで、回復に行きたいのは山々なんだけど。いやー、セーブでしょう、とりあえず。わっ、クミコの父、私立探偵のクズノハさんはいらっしゃいますか。わあ、久しぶりの親父。私、畑野と申します。娘を探して助けてください。お願いします。またさらわれたのか、クミコ。うちの娘、クミコがさらわれたのです。いつぞやの騒ぎの時、私の家の前にいた、あなたしか頼る当てがないのです。確か一回会ってんだよね、なんか、クミコがなんか変な感じになった時に。クミコはシド・デイビスと名乗る男にさらわれてしまいました。よく今までさらわれなかったよな。お願いします。娘を助けてください。
久美子の母結構ザマス系のお母さんだな。私からもお願いします。警察に行ってもなぜか全く取り合ってくれないのです。まあね、怪しいしね、悪魔とか言って。あ、そうか、所長が悪魔だから、なんかそういう感じに取り締まらないような感じにされてたのかな今まで。お願いします、娘を助けてください。俺はいくらでもしますから。お、いくらでもいいのか。100兆円よこせ俺に。久美子を助けることを引き受けますか。イエス、ありがとうございます。娘を助けてください、お願いします。引き受けてくれてありがとうございます。クズワさん、めっちゃ頼み込んでくるな。一回断っときゃよかったかな。ちょっともうちょっとじらした方がよかったかもしれないな。娘を中央区で見かけたという話を聞いたのですが。なるほど、じゃあ次は久美子救出作戦ってことか。まあとりあえずセーブだ。さて、一応レッドマンがね、さっきの天道との戦いを見てたかどうかをチェックしよう。最近俺のこと見てくれねえもんな、レッドマンな。散々嫌がってたけど、いざ見なくなるとちょっと寂しいっていうね。メールが届いています。ほら見てないもんこいつ。何やってんだよレッドマン。いやじゃあとりあえず毒とかなんか吸血化とかいっぱい食らってるんで、一回回復してで5まで行こうかな。一応マリーバーバーに会っとくか。調子はどうだね。ああ、ま、天道の背後には市議会議員の山城がいるはず。あいつらは昔からの知り合いなんだよ。こんなこと言ってたっけ。市議会議員の山城もどうせ悪魔化してるんでしょ。分かってますよ。じゃあ回復しましょうかね。ちょっと今悪魔前書からベルセルクさんをね再び召喚して、ベルセルクとプロメテウスで竹三日槌ができるんで、これは作ろうか。竹三日槌、マハジオンが回転切り、あと構図にエフェクトっていうのがちょっと気になるしな。これ強いでしょ普通にポーズがちょっと面白く見えてきたけど、鬼神竹三日槌作りましょう。絶対に強い。まあね、プロメテウスもね、真空波があるから連れて行きたいのは山々なんだけど、あんまりね今回真空波使ってくれなかったしな。さほど活躍が見られなかったということで、まあ、ちょっと竹三日槌さんにお入れいただきましょう。出た、我は竹三日槌鬼神なり、そなたに加勢して神ぜよ。これはいいね、育てたいね。ティターンはどうだろう。ティターンいいね、これは強そう。あれ疾風陣雷がある、もんな。体当たり疾風陣雷、電撃勢浜向こう。しかもニュートラルニュートラルっていうのがいいね。どっちに転んでも出しやすいっていうね。ちょっと技が少ない気がするけど、多分疾風陣雷ってやつが強いから何の問題もないと思う。まあ、地霊だから合体にも使いやすそうだし、まあ、ティターンにしてしまいましょうか。ゆるんぐ行こう、ティターンにしよう。まあ、正気はね今回のダンジョンでは、まあ、割と活躍してくれましたね。ちょっとゆるんぐ兄さんがねかなりあの空気の読める男だったんだけど、その血をねティターンに受け継いでほしいですね。空気読んで疾風陣雷を打つって。割と脳筋のパーティーになってきたな。しょうがないか。出た、かっけえ。私は地霊ティターン、あなたを主として力戦することをこの名にかけて誓いましょう。いいですね。まあ今回このぐらいかな。ちょっとねさっきのダンジョンで仲間にできなかった連中が多かったから、その辺が仲間にできてたらな。ゆるんぐぐらいだったもんね今回仲間になったの。そしたらもうちょっと合体できたと思うんだけど、一回このメンツで先バスなんだかんだでずっと生き残ってるな。このメンツでね地下水道に行きましょうか一回。まあ、ダンジョン二つ攻略したんで地下水道回りましょう。多分また増えてると思うんだよな。多分天道天山帝があのメインクエストっぽい感じだったから、またどっか空いてるでしょう。
で、そうだな、ちょっとね、クミコがね、あ、一回セーブしに行こう。クミコがさ、ちょっとシドに捕まってなんか、ぐちゃぐちゃにやられてるかもしれないけど、それよりもね、やっぱり地下水道が大事だから。で、セーブして地下水道行きます。いやー、やっとまたスリルの研究所にたどり着きました。これ、臨海公園の地下水道の一番奥ですね。で、今回はかなり、あ、ちょっとコンプが見れないか。かなりモテ期だったみたいで、結構ね、仲間が新しくたくさん増えたので、まあ、さっき、ゴーマデン行ったばっかりですけど、またここ出たら、ゴーマデンに行ってね、いろいろ合体してやろうと思います。今回の陣容としては、まあ、いつもの空風林と、まあ、竹見和地ティターンが新しく加わりました。で、なんかね、前衛部隊が多すぎて、竹見和地も本当は回転切りなんで、前列に置きたいんですけど、まあ、空風林ティターンも、なんか前列組っぽい感じだったんで、しょうがなくマハジオンガが打てる竹見和地を後ろと。まあ、今までね、後ろに置いてても、一回もマハジオンガ打ったとこ見たことないんですけど、まあ、これで行きましょう。まあ、最悪ね、回復魔法も使えるんで、竹見和地は。で、いつものピスタチオでタルカジャを打っていくと。結構、だからね、物理反射とか物理無効とかだったら、厳しいんじゃないかなと。まあ、スリルごときのゾーマがね、そんな器用なことしてくるわけねえだろうと。そういう感じでいきたいと思います。ちょっと舐めすぎかもしれない。今回セーブもしてないしな。スリル。前のゾーマやられたが、今度こそ負けへんで。ついできたで、究極のゾーマ。ガルガンチュア X や。もうこれ以上のもんはできへんで。究極や。無敵や。マジか。じゃ、これ本当に最後なのかな、スリルのゾーマイベント。誰や。お、ちょうどええ時に来よった。無敵っていうぐらいだからな。物理、魔法、無効とかだったら最強だけど。ワテのガルガンチュア X がお前をあの世に送ったるで。ワヤにされたゾーマの恨みも晴らしたる。まあ、今まで結構3体、4体ぐらい倒してきたんだっけ。もう覚えてねえ。ほら、相手こましたらんかい、ガルガンチュア X。おお、何かっけえ。わかったスリル。こいつを殺せばいいのだな。流暢すぎるだろ、言葉が。え、なんかグラフィックもやたらかっこいい、スリルにしては。スリルのゾーマにしては。これ強そうだな、確かに。なんかいろいろ混ざってそうな、ちょっとこれも鮮明なグラフィックが見たいな。いろいろ混ざってそうな感じでよくわからんけど、なんかかっこいい雰囲気。槍と剣持ってる感じでかっこいい雰囲気ってのはわかるな。どうしよう、まあ普通に戦いますけど、クーフリもまあ5で。作戦としてはね、あ、そう、あの、アイテムが余りまくったんで、ティターンには、あの、宝玉とかね、宝石とかいっぱいあげてマックスになっちゃいましたね。なので、そうだな、ちょっと待って。エッジストラで何が打てるんだっけ。体当たりと疾風陣雷。あ、ちゃんと効果も見れるんだな。特殊物理、威力24、1回攻撃、バインド。あー、そうか、疾風陣雷なんかあんま強くねえなと思ってたんですけど、威力24で、ね、バインドの効果があるっていうだけなのか。いや、体当たりの方がいいな。2、3回攻撃だし。レイで、まあ、いつも通り落下じゃ打っていくかな。何してくるか分かんないからな。竹見和地はね、できれば、マハジオンが打ってほしいんだけど、で、ピスタチオで、タルカジャと。そろそろピスタチオも合体して強くしてあげないとな。そろそろきついよ。あ、避ける。俺の速さもう38あるのに避けてきた。あ、やばい。お前ちょっと待って、それは無理だろう。それは無理ですよ、さすがに。やべ、クソ強い。セーフしてないって言ったじゃん。マジか。まあまあまあ、でも4回まではセーブしてるから、5回ではセーブしてないからな。戻るのは簡単だと思うけど、今のずるい。その主人公だけ物理攻撃してくるの何なの。あのクバンダもそうだったけどさ、カンウの時はね、カンウが優しかったからね、助かったけど。戻ります。よし、絶対に許さんこいつ。そんなことしてくるんだったら本当考えがあるわ、こっちにも。どうしようかな、もう使っちまおう。もったいないかもしれんけど、物理反射。あれ、どこ行ったっけ。あ、これだ。物理攻撃一旦防ぎ的に反射。まあ、幸いこっちの方がまだ足は速そうだったからな。避けられたけどね。で、空風林、ターンは体当たりをやってもらおう。体当たりがめっちゃ強いんだよね。で、落下所よりスク下所の方がいいのかな。ただな、毎ターンそんな、避けられるわけでもないだろうしな。でも、そうか。
足ずりを避けるってことはデスバウンドとかも全避けする可能性があるからな。スルカジャ打っとくか。スルカジャ打っとこう。で、竹三日月5、ピスタチオで、ラクカジャと。あ、タルカジャだ。これでいこう。金魚、あれ金魚区って呼ぶのか。攻撃必須ね。やっぱりやってきたか。よし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 。おお、すげえ、やっぱ3回、4回。4回も攻撃してくんのか。下手したら5回、6回ぐらいいきそうだな、こいつ。3から5回ぐらい攻撃してきそう。で、デスバウンド。おお、いいね。あ、やっぱ避けるな。インガ、これ。あ、当たった当たった。これただの1回攻撃なんだよな。あんま強くない。だからできればマハジ4ガの方がいいんだけどな。タックル、これが強いんだよ、当たれ。いいね。いいよ、あ、2回か。でも意外に当たるな。あとはもう落下じゃ打っといてもらうか。もう一回金魚を打つかのももったいないんで、足ずれはガードして、そうだな、こっから落下じゃに切り替えとくか。落下じゃの、ピスタチオでタルカジャと。意外にピスタチオがさ、毎回いい仕事するよね。タルカジャが地味に。で、なんだかんだ生き残る。あ、マハジオンが。魔法を使ってくるのか、こいつ。やべえ、めっちゃ眩しい。あの、そんな強くねえな。あー、でも、まひるのか。デッドリーゴーラウンド。え？あ、こいつ高烈なのに前列は出し上がる。あー、どうしよう。まあ、一旦回復だな。マハジオンがぐらいだったらそんな怖くないな。即死はないな。で、ピスタチオは、はるかじゃん。てか、あれで麻痺っていうか、ショック状態だから、そんなに恐れる。あ、やべえ、俺、普通に殴っちまったけど、大丈夫か？あ、よかったよかった。よしよし、大丈夫、大丈夫。足ずり、一点集中攻撃をされるとめちゃくちゃ危ないんだけど、今みたいに散らばってくれれば問題ないけど、運悪かったら今のまた死んでたな。ちょっと危ない、軽率だった。ガードすべきだったな。お、当たるようになった。いいね、一回スクカジャ打つだけで結構違うもんだな。タックル。いいよ、327。ティターンやっぱ強えな。インガ。おお、これもまあまあ与えてくれる。あ、じゃあ全然マハジオンガじゃなくてもいいのかもしれない。ハルカジャが効いてるからね。そうだな。一応ガードしとこう。まだ怖い。で、まあラクカジャもう一回打っといて。でも、いいか。まあ足ずりはガードしといて、それよりも敵のダメージを増やしてさっさと倒してしまうか。ラクエンダ使ってしまおう。で、タルカジャと、あ、間違えた。ちょっと待ってくれ。これ未だに慣れないな、このインターフェース。タルカジャ、よし。もう何年やってんだって話だけど、未だに慣れない。マハジオンガか。あ、これ意外にめんどくせえね、このショック状態になるの。あ、しかもやたら足速いからな、あいつ。タックル。もう倒してくれ。倒してしまっていいぞ。てか、レイより足速いのか。で、ガード。あ、レイの回復間に合わんかったら危ないな。レイが死ぬ可能性がある。まあ大丈夫でしょう。今回殴ってくるでしょう。今マハジオンが撃ったし。あー、やばい、レイが死ぬ。あ、まずいね、これ。そういうことしてくんだ。これはまずいな。倒せ、ティタン。あ、メディアか。俺、そういうこともできるんだね、ティタンさんね。あんま回復しないね。インガで倒していいんだぞ。これやばいなぁ。違法覚醒符。いやぁ。ハンゴンコウはもったいないけどなぁ。結局これで復活させたところにマハジオンが飛んできてまた死ぬみたいな。そういうパターンになりそうだけどなぁ。まあしょうがない。復活させないっていうのもあれだし。竹三日月もゴーでいいや。ピスタチオなんかできないから、なんもできないかなぁ。ひたすらタルカジャを撃つしかないからな。頼む。殴ってこい。マハラギオン。そんなのも使えるのか。全滅。よしよしよし。あ、これ全体だっけ？全体だった。やばいな、こいつ。強いぞ。押しまずに、ハンゴンコ使っちまうか。どうせ金は有り余ってるからな。ハンゴンコもまあ、買い直せばいいっちゃ、いい話なんだ。あ、倒しちゃった。あ、なんか強いのか弱いのかよくわからんかったけど。まあ、強かったな。ああ、ガルガンチュア X がやられてもうた。わてはどないしたらええんや。確かにこいつが言う通り割とバランスのいいゾーマだったな。うちに欲しいぐらいだ。どうなの？これまだ続くのかな？
まだ続きそうだけどな。これより鬼畜なのをなんか作ってきそう。まだなんかまだこんなもんじゃないだろう感があったもんね今ね。さてじゃあまた5までに来ましたけど、一応さっきの地下水道でねレベルが2ずつ上がったのかな確か。で足摺りはね速さがもう39まで上がってたんですけど、まさかねあのスリルごときが作ったゾーマに攻撃を避けられるという、まあね命中が低い武器だからしょうがないっていうのもあるかもしれないけど、で一応知恵に1個と速さに1個振ったのかな確か。で知恵の項があったんで、知恵の項は足摺りが食いましたと。で霊は、魔力に2振ってるのかなっていうような形で、レベル55まで上がったんで、また作れる悪魔の幅が広がったんじゃないのかなと。で一応今合体可能検索を見てたんですけど、あ、魔性変化はね特になんかいいのができないんで、今回合体しようと思います。でね、地下水道で仲間になったシューテクトリとクエレプレでヤタガラスができるんですよね、霊長ヤタガラス。で前コメントでねヤタガラスでなんか合体剣ができるみたいなコメントがあったんで、これを作りたいと思います。まあ普通に作ってもいい悪魔だと思うんでね、霊長、まあ、こんなね汚い2匹からこんなのからね霊長が生まれるということで、データちっちゃい、我は霊長ヤタガラス、今後ともよろしく。こうやって見るとただのカラスだけどね。で剣合体に使えるってことだったんですけど、あ、増えてる。ケワイオミトダキ。うおー、なんだこれは。五花神沿線。全く読めてる気がしない。五花神沿線でいいのかな。何これ。もう剣じゃ、扇か。扇からなんか、変なのが生えてるな。武器、男女両用。お、めっちゃ上がる。攻撃力としては低いのか。ただ、追加効果でショックがあると。で力、知力、魔力、体が上がる。ステータスアップはいいね。攻撃力がもうちょっとあれば強いけど。これは普通に強い。まあ、作っちゃいましょう。まあ、ヤタガラスはちょっとこのために作ったような感じもあるんで。あ、でもヤタガラスのちょっと合体候補だけでも見とけばよかったな。あ、てか、ケワイ、なんとかとかっこいいな、見た目が。一回も使わなかったけど。知力が上がって追加効果ショックだから、それを考えたら追加効果だけで使っていく。どうせね足つりは力がないんで、追加効果目当てだけで使ってもいいのかもしれないね。おお、これが五花神沿線だ。持っていくがよい。読み方どうなんだ、誰か教えてくれ。これはいいぞ。ちょっとまあ装備は後でいいか。ちょっともう一回ヤタガラス召喚しよう。叫ばすと、お来たねー。来たんで、ケルベロスだ。ケルベロス作りたいね。おー、かっけーな。めちゃくちゃなんか、筋肉の、こう影がついてるのがすごいかっこいいな。肉肉しい感じだな、ケルベロス。あ、ちょっと待ってくれ。中身を見させてくれ。まあ、力が強い感じだね。火炎吸収、ニュートラルいいね。ファイアブレス、バインドボイス、噛みちぎり、メディア、トライスト、リアか。トライスト覚えるのいいな。これでビーブル連れていかなくても良くなるっていう。ケルベロスは普通に作りたいから作るか。今回ゾーマ戦でティターンはかなり活躍してくれたけど、サキバスもね、なんだかんだずっと残ってたな、俺のコンプの中にな。来た、我は魔獣ケルベロス、今後ともよろしく。やっぱこれだな。あ、ちなみにね、前のコメントで、メガテン1、2やったことあるのかって書いてありましたけど、一応1はやったことあるんですが、2とイフはやったことないね。ちょっとなんかあんまいいのができないし、あと、ピスタチオをちょっと強化したいんで、なんかちょうどいいやつを出したいんだよな。プロメテウス正気、この辺、ユルングとかか。この辺が材料としては良さそうかな。あとはあんまり下に行ってもあれだし。この辺ちょっとパパパッと出してしまうか。高いけど。プロメテウス正気あたり出しとこう。2台ぐらい。これを召喚して。なんだかんだこの2匹は強かったからね。あ、間違えた。これでなんかできるっしょ。
カラスアテナ作っときますかね。ベルセルクと。まあどうせ、ね、ライラがいても出せないし、カラスアテナも出せないんだけど、あの、竹三日月と相性が悪いんで。ローは出せないんだけど、まあ合体材料って形で、女神だしな。出しておきますか。ライラもね、まあ、一時期めちゃくちゃ活躍してくれたけど、今はちょっと出せないからな。まあしょうがない、この3体で。いやーかっこいいね。私は女神パラスアテナ。あなたの命運のためご助力いたしましょう。これでまたなんか作れそうだけどね。あ、キュベレ。キュベレタン作りてえなー。ソウルアッカーゾ、あ、白い！ソウルアッカーゾとね、紫だったんだけどね。白のキュベレか。これでもいいな。キュベレはソウルアッカーゾの時めちゃくちゃ使ったんだよね。おー、いいね。メディアラハン、ラクンダ、ブレインバースト。両腕落として、ディアラハン、メディアラマン。強い！これ絶対作ろう。レベル62か。ちょっと遠いなぁ。あ、バロン！バロンか。バロン出てきたら芝が見えてくるからな。あとはランダ作ればいいと。ファイアブレス、バインドボイス、スパイラルバイト、メディアメ、パトラディア。でもバロンでレベル62か。やっぱ芝とかはまだまだ先の話だな。あれ、キュベレ作りてえな。ちょっと早くレベル62になりたい。あ、どうしよう。パラスアテナ、じゃ、それまでちょっと取っとくか。プロメテウスが材料っていうのはちょっと覚えておこう。プロメテウス優秀だな。サンダルフォンも作れるし、キューベレーにもなるし。いいじゃないか。じゃ、クイフリもういいか。めちゃくちゃ、今まで仲間になった中で一番活躍した、間違いなくね、クイフリンだけど。ちょっともうレベル43ですからね。アズラエルにしておいて、まあ、アズライルもいつでも召喚できるようにしておいたらそれなりに大天使だしな。合体材料として呼び出せるようにしておきたいっていうのはある。タルカジャも継承するし。これにしておくか。今ね、一応竹三日月をメインで考えてるから、カオスパーティーなんだけど、だんだんローに近くなってきたな。竹三日月を切り捨てるっていう、そういう選択肢もありかもしれない。まあ、今のところね、メインアタッカーだからね、竹三日月の。主に竹三日月の回転切りがね、メインアタッカーなんで。あれは外したくない。クーフリンはちょっとね、やっぱ、被っちゃってるからな、デスガウト。俺は大天使アズラエル。あんまり無茶させんなよ。チャラいな、こいつ。昔のクーフリンみたいだな。まあ、どうしようか。いいねー。ハヌマーンとか出てきたね。まあ、このぐらいにしておいて、あとはじゃピスタチオをちょっと強化しようかな。最終的に誰と合体させるのが一番いいんだろう。プロメテウスいいか。プロメテウス、せっかくさっき召喚したけど、正気もせっかくさっき召喚したけど、結局あんまいいのできなかったから。プロメテウス、正気、二つとも食わしてしまうか。まず正気から。ガンガン餌にしていこうと思います。てか、レベル3ぐらいしか上がんないんだな、正気とか合体させてもな。もっとグーンと伸びてほしいけどね、レベル。私はそのピスタチオ。ピスタチオも次の段階まで行ってほしい。レベルいくつになるんだろう。40ぐらいで変わんないかな。じゃあ、プロメテウス。これも行っちゃおう。もう大盤振る舞いで。全然レベル上がんねえ。あ、でも次ぐらいかな。次ぐらいで40ぐらいになりそう。贅沢な話だよ、ほんと。勝負とかプロメテウスとか、餌にするよね。まあ、ゆくゆくはもっと高レベルの悪魔を食わせることになるんだろうけど。早く英雄にしたいな。今回も、ソーラーカーズみたいに英雄があると思って。よし。ちょっと40ぐらいの姿が見たい。そろそろじゃあ、アズラエル行ってみるか。40超えるでしょ。お！仁王立ち、何これ。土くれみたいな色になってる。マネキンみたいになってるっす。スタイルがちょっと良くなったかもしれん。思ったより。マハサイムドラ、この辺は変わらんか。いや、でもやっぱ、まだ気持ち悪いな。いや、今までの気持ち悪さよりだいぶ改善されてるけど。これでちょっとは使えるようになるか。16、12、14、11、11。全然悪くはないよな。HP も264あるし。まあ、これでタルカジャ継承してくれるし、マハサイなんかも撃てるし、いざという時パララディポズムディも撃てると。
ちょっと優秀な感じがしてきた。じゃあ今回ここまで合体させておこう。いいね。これが、まあ、あんま変わってねえな、こうやって見るとな。ただなんか、土色になったってだけだな、緑から。沼から、沼を出てやっと陸上に上がったみたいな感じだろうな。やっと両生類からね、人型に近づいた感じがあるけど、セリフは同じでしたね。まあやっぱ10ずつぐらいかな。次は50ぐらいまでいかないと変わらんかな。でも50超えたらもう英雄が見えてくる気がするんだけどね。結局ビーブルタンが残ってしまった。まあいいか。じゃあこんなメンツで、ちょっと待って、ケルベロス、タケミカズチ、ピスタチオ、あ、1人足り食わせすぎた。ちょっと待って、1人足りないな。食わせすぎてしまった。とりあえずティターン作っとくか。便利屋のティターン。これニュートラルで使いやすいんで、どっちに転んでも使えるでしょ。ティターン連れてっとくわ、じゃあ。これでいきますか。じゃあね、ちょっと、クミコが待ってるんで、早く先に進めたいとこなんですけど、ここらで一回悪魔全召回しとく？